皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA マイルを使った特典航空券で燃油サーチャージがかからない航空会社、こちらの解説とですね、もともとね、この燃油サーチャージっていうのは航空会社によってね、かかったりかからなかったりするんですけども、今回はですね、スターアランスでおすすめのね、航空会社、こちらの解説ね、やっていきたいなと思います。ということでね、今回燃油サーチャージのね、話をメインでね、させていただこうかなというふうに思っているわけなんですけども、2022年の6月からですね、燃油サーチャージね、上がることが発表されておりますよね。で、燃油サーチャージって何ですかって思ってる方もね、中にはいらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、燃油サーチャージっていうのはですね、 ANA のね、航空券購入していたりですね、特典航空券で発券するときにですね、燃油特別付加運賃っていうね、表記で記載されておりまして、こちらがね、燃油サーチャージっていうふうになっておりまして、まあこちらね、あの航空燃料の一部をですね、こちら側でね、負担しているっていった形になっておりまして、まあこちらね、 ANA の航空券を現金で買ってもスカイコインで買っても特典航空券で発券してもですね、こちらの燃油サーチャージっていうのはかかってくるっていう風になっておりまして、まあこちらね、 ANA でも JAL でもね、まあ基本的にはかかってくるわけなんですけども、こちらがですね、2022年の6月からね、値上げされるっていった形になるんですよね。で、まずこの今現在ね、2022年5月現在ね、この燃油サーチャージっていうのがまあいくらなのかっていう話なんですけども、こちらね、ANA の公式サイトに出ている金額なんですけども、2022年の4月1日から5月30日購入分までということで、今のね、燃油サーチャージの価格はこちらになります。ですので、まあこちらね、表を見ていただければですね、日本から欧州、北米、ハワイを除く中東、オセアニアに関してはですね、日本円で 19,900円がこちら片道からね、かかってくるっていった形になります。まあハワイであればね、 12,500円、こちら片道からね、かかってくるっていう風になりますんで、まあ基本的にはですね、東京から北米とかね、往復していただければ、まあこちら片道っていう風になりますんで、この 19,900円がね、まあ2倍ね、かかってくるっていう風になるわけなんですけども、まあこちらね、2022年5月現在ね、十分高いですよね。まあ往復すればね、4万円近くになると思うんですけども、これがですね、2022年の6月からですね、さらに値上げされまして、こちらもね、もう公式サイトに出てる金額なんですけども、2022年6月1日から7月31日購入分に関しては、日本からね、欧州、北米、中東、オセアニア路線に関してはですね、片道 37,400円がね、かかってくるっていった形になるんですよね。37,400円ですよ。やばいですよね。こちら片道からかかってくるっていう風になりますんで、まあ一人ね、往復すればこれ倍かかってくるっていう風になりますんで、まあ家族4人とかでね、こちら旅行に行かれればですね、まあ一人ね、74,800円かかる、まあ東京からね、あの北米とか行った場合ですけどもね、かかるっていう風になりますんで、まあ家族4人とかだとね、これが4倍っていう風になりますんで、必要マイル数とは別にですね、こちら299,200円がね、かかるっていった形になるんですよね。いや、非常に大きいですよね。まあ、燃油サーチャージがね、これだけ今ね、高くなっているっていう風になるんですよね。で、この燃油サーチャージっていうのはですね、2ヶ月に1回ね、この更新、まあ、値段のね、あの、切り替えみたいなのが行われているわけなんですけども、それがね、まあ、こういった形で決まっておりまして、今ね、こちらの表の E のところですね。はい、日本から北米路線が 19,900円っていう風になっておりまして、まあこれがね、5月いっぱいまではね、このラインのね、価格、まあ E のラインのね、価格で、まあ販売、あの、燃油サーチャージね、かかってくるわけなんですけども、6月以降はね、一番右側の I のね、ゾーンで、燃油サーチャージがね、かかってくるっていった形になるんですよね。まあ本当にね、今 E ゾーンなのに、次、I のゾーンに行くんで、4段階くらいね、一気にアップしてる感じなんですよね。まあ一応ね、こちら2ヶ月に1回ね、更新があるっていう風になりますんで、まあこの燃油サーチャージっていうのは、まあ燃油のね、価格と為替のね、あの影響を受けてね、変わるっていう風になりますんで、まあ8月1日以降ね、どうなるかっていうのは、まあ正直わかんないんですけども、まあ今円安も続いておりますので、で燃油価格もね、下がったって話もなかなか聞かないので、まあしばらくはね、こんな感じになるのかななんていうふうに思うわけなんですけども、でこの燃油サーチャージっていうのはですね、まあどのタイミングで払うのかっていう話なんですけども、この燃油サーチャージっていうのはですね、搭乗日にね、払うわけではなくて、航空券を買った時にね、
払うっていう風になるんですよね。で、今ね、5月いっぱいと6月以降のね、年次サーチャージの価格を見ていただきましたけども、5月いっぱい購入していただいた方がですね、この年次サーチャージっていうのは、安く済むんですよね。ですので、今後ですね、海外旅行ね、予定でもいいんで、入れる予定がある方はですね、5月31日までにですね、この航空券、特典航空券も含めてね、購入していただくとですね、約半分ぐらいのね、価格で購入することができるっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。まあ、冒頭にも言いました通り、この燃油サーチャージっていうのは、特典航空券でもね、かかるっていう風になりますので、ANA マイルとか JAL マイルとかを使ってですね、特典航空券で、ね、発券する予定がある方はですね、5月いっぱいにね、予約入れるようにしてください。こちら6月以降だとね、倍ぐらいの値段がね、かかってくるっていう風になりますんで、かなりね、大きい金額でね、ここで差が出てくるかなっていう風に思いますので、こちらはね、覚えておいていただければなと思います。ちょっとね、燃油サーチャージのね、価格の話が長くなりましたけれども、まあこれがですね、ANA マイルで発券した場合もですね、航空会社によってこの燃油サーチャージがね、かかる航空会社とかからない航空会社がね、分かれているっていう風になりまして、ちょっとね、私の方でポチポチね、調べてみました。で、燃油サーチャージっていうのはですね、燃油特別付加運賃っていうのは、この発券するときにね、ちょっとこれに料金詳細のね、ところに出しておきますけれども、まあこういった形でですね、表示されるんですよね。ですんで、まあ、これが入っているものに関しては、まあ、燃油サーチャージがね、かかっているっていう風になっておりまして、まあ、これがね、表示されてないものはですね、燃油サーチャージがね、かからない航空会社っていう風になるんですよね。で、ANA マイルでね、発見した場合ですね、私が調べた感じだと、こちらのね、航空会社、ニュージーランド航空、エアーカナダ、スカンジナビア航空、エチオピア航空、シンガポール航空、アビアンカ航空、TAP ポルトガル航空、ということで、こちらの航空会社であれば ANA マイルを使って飛行機のね、特典航空券を発券していただく分にはですね、燃油サーチャージのね、表記はないっていった形になります。まあ、あくまでね、先ほども言いました通り、私が調べた結果っていう風になりますんで、まあ、今後ね、変更等々がね、出てくる可能性もね、あるかななんていう風に思いますので、まあ、こちらね、ご了承いただきたい部分であるんですけども、私がね、調べた感じだとですね、こちらの航空会社ですね、利用していただく分には、燃油サーチャージはね、かからないっていった形になります。ですので、ANA マイルね、持っていて、ANA のね、飛行機乗ってしまうと、燃油サーチャージね、かかってくる部分がありますので、まあ、こちらの航空会社のね、就航路線を調べていただくとですね、燃油サーチャージね、かからないで利用することもできるっていう風になりますんで、こちらもね、覚えておいていただければなと思います。またね、次の航空会社ですね、コパ航空、オーストリア航空、ブリュッセル航空、ルフトハンザ航空、スイス航空、ユナイテッド航空。この航空会社に関してはですね、燃油サーチャージっていう、特別付加運賃っていうね、表示はないんですよね。で、ないんですけども、これの代わりって言ったら何なんですけども、航空保険特別料金っていうね、こちらの表記がありまして、これがね、非常に高い料金を占めているんですよね。一応こちらはですね、航空保安のね、費用ということで、燃油サーチャージではないんですよね。まあ、一応これじゃあね、ANA とかにも確認したんですけども、燃油サーチャージではありませんっていう話なんですけども、この料金はね、一応、公式サイトとかだと、航空保安の強化に、関わる費用ということで、計上されているらしいんですけども、こちらの料金がですね、乗ってきてるんですよね。ですんで、燃油サーチャージっていう表記はないんですけども、この、航空保険特別料金っていうのが、まあ、上乗せされているっていう風になりますんで、一応、燃油サーチャージはないんですけども、この料金でね、結構高くなっているので、まあ、こちらはね、まあ、基本的にはね、利用しない方がいいのかな、なんていう風に思うわけなんですけども、まあ、こういった形でね、一応、燃油サーチャージはかからないけど、航空保険特別料金っていうのがですね、上乗せされているっていった形になります。またね、この料金に関してもですね、今後ね、上がるか下がるかっていうのは、まあ、全然わからない。一応、燃油サーチャージではないことは間違いないらしいんですけども、まあ、価格の変動はですね、ちょっとね、ANA の方ではわからないっていう回答でしたので、この点はね、上がるかもしれないし、下がるかもしれないっていうことはね、覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、この燃油サーチャージっていうのが、まあ非常に高くなってきて、まあこれがね、かからないマイレージサービスがあるのかっていう話なんですけども、こちらね、燃油サーチャージがかからない、ね、航空会社っていうのはあるんですよね。で、燃油サーチャージがね、かからないということは、その航空会社のマイルで発券していただければ、まあ
税金等々だけでね、搭乗することができるっていう風になりますんで、まあ基本的にはですね、必要マイル数と、まあ1万円ぐらいね、高くても、まあそれぐらいでね、利用することができるかななんていう風に思うんですけども、今回ね、ANA が所属しているスタイアランスでね、話しておりますので、まあスタイアランスでね、おすすめのところをね、探してみたんですけども、やはりね、日本で、まあ利用しやすくて、またね、燃油サーチャージがかからないマイレージプログラムというとですね、やはりね、ユナイテッド航空のマイレージプラスがですね、こちらね、おすすめっていった形になります。このユナイテッド航空のね、マイレージプラスっていうのは、ユナイテッド航空のマイルを使って、ユナイテッド航空の飛行機を乗っても、もちろん燃油サーチャージはかかりませんし、ANA の飛行機に乗っても、燃油サーチャージはかかりません。どこのね、航空会社に乗っても、基本的にね、燃油サーチャージかからないんですよね。ですので、必要マイル数と、まあ、税金だけ支払えばですね、飛行機乗れてしまうっていう風になりますんで、このね、燃油サーチャージが非常に高いね、この時期はですね、このユナイテッド航空のね、マイレージプラスは非常にね、おすすめっていった形になります。またね、ユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのは、まあ、この燃油サーチャージもね、もちろんかからないのはおすすめなんですけども、それ以外にもですね、まず、ANA のね、国内特典航空券が ANA マイルを使ったね、場合より必要マイル数がね、少なく発券することができるんですよね。またね、マイルが比較的貯めやすいっていう部分もありますし、エクスカーショニストパークっていうね、まあ、ちょっとこちらはね、上級者向けになるわけなんですけども、まあ、こういう点でね、非常に優れているっていう風になります。まずね、ANA の国内特典航空券がお得に発券できるっていうのはですね、結構有名で、まあ、利用されている方ね、結構多いかなと思うんですけども、東京ね、メイン空港にすると、東京から札幌、大阪、福岡、こちらね、すべて5500マイルからね、発券することができます。またね、伊丹空港のメインの人は、札幌、東京、福岡、沖縄、こちら全部ね、5500マイルからね、特典航空券ね、発券することができて、ANA のね、飛行機に乗ることができるっていう風になっておりまして、ANA マイルを使って、ANA のね、飛行機をね、この羽田から福岡とか札幌とかね、発券すると、まあ基本的にはですね、7500マイルね、かかるっていう風になりますんで、まあこれがですね、5500マイルでユナイテッド航空のマイレージプラスであれば、発券することができるっていう風になりますんで、まあかなりね、お得っていった形になります。またね、ユナイテッド航空のマイレージプラスは、特典航空券をね、誰にでも発券することができるんですよね。まあ、ANA だと、ANA とかね、JAL とかだと、親族の方しか発券できなかったりするんですけども、友人、知人とかにもね、発券することができるっていう風になりますんで、まあ、お友達とかね、誘って一緒に飛行機乗るみたいなこともね、できるっていった形になります。またね、エクスカーショニストパークっていうね、上級者向けのね、特典があるんですけども、こちらに関してはですね、この動画でね、詳しく解説しておりますので、気になる方はですね、こちらの動画ね、概要欄がこの右か左上からね、見れるようにしておきますので、こちらからね、チェックしてみてください。まあ、こういった形になっておりまして、まあ、ユナイテッド航空のマイレージプラスはですね、セゾンカードからクレジットカードが出てたりですね、またね、マリオットボンバーアメックスのマリオットポイントからもね、交換することができて、まあ、独自提言をね、組んでる部分もあって、6万ポイント交換すると2万7500マイルだったかな。はい、本来2万5000マイルなんですけども、さらにね、10% 増量みたいなのもね、ユナイテッド航空のね、マイルは受けれたりしますので、まあ、非常にね、クレジットカードでもマイルをね、貯めやすいっていう点もね、あるんですよね。で、このユナイテッド航空のマイレージプラスはですね、非常に今ね、メリットをざざっと説明したと思うんですけども、デメリットもね、もちろんあります。この燃油サーチャージがね、かからなくて、この燃油サーチャージがね、非常に高い、今の時期はね、非常にメリットがね、多い部分であるんですけども、このね、ユナイテッド航空のマイレージプラスは、長距離路線のね、必要マイル数がね、非常に多いんですよね。東京からニューヨーク、まあ、北米路線ですね、利用していただくと、エコノミークラスで3万5000マイル。で、高い時はね、8万マイルまでこちら上がっちゃうんですよね。まあ、もうちょっとね、高い時もあるかもしれないんですけども、ビジネスクラスだと8万8000マイル。その上が13万5000マイル。その上が17万5000マイルということで、このビジネスクラスに関しては、昔はね、もうちょっと出てきた日数多かった気がするんですけれども、今日ね、検索してみた感じだと全然出てこなかったので、来年のね、1月のあのニューヨークのすごい閑散期、まあ1月とか2月とかね、まあそこら辺だったらこれ8万8000マイルね、出てきたわけなんですけれども、まあほとんどがね、13万5000マイルから17万5000マイルっていった形で、非常にね、必要マイル数が多いんですよね。で、こちらね、往復ではなくて、片道でこの必要マイル数がかかるんですよね。まあ、ここがね、非常に
辛い部分っていう風になりまして、こちらね、東京からニューヨーク、まあ、北米路線のね、必要マイル数、こちら ANA だとね、このマイル数なんですよね。ANA だと、まあ、エコノミークラスで東京から、まあ、ニューヨークとかね、北米行く場合ですね。まあ、エコノミークラスでも、ローシーズンからハイシーズンね、ありますけども、4万から5万5000マイルでね、発券できるんですよね。で、ビジネスクラスであれば、7万5000マイルから9万マイル。こちらで、往復利用することができるって形になるんですよね。ですので、まあ、ユナイテッド航空のこのね、長距離路線っていうのは、ANA マイルとかに比べてしまうと、本当にね、倍ぐらいね、多い必要マイル数っていう風になりますんで、まあ、これがね、このユナイテッド航空のね、唯一のデメリットかな、なんていう風に思うわけなんですけども、まあ、燃油サーチャージがね、かからないっていう風になりますんで、先ほどね、話した8万8000マイルね、ビジネスクラスなんですけども、まあ、これに関してもですね、8万8000マイルは必要ですけども、プラスね、6930円で、こちらね、利用することができるっていう風になりますんで、やはりね、この燃油サーチャージがかからないっていう点ではですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスはね、かなり強いですよね。ということで今回ですね、燃油サーチャージをね、メインで話させていただいたわけなんですけども、まあ、今回はですね、スターアライアンスグループでちょっとね、調べさせていただきました。もしね、ワンワールドとかでもこういった話ね、聞きたいよっていうのがありましたら、ぜひね、コメント残しておいていただければなと思います。この燃油サーチャージに関してはですね、しばらくね、付き合っていかなきゃいけないのかななんていうふうに思っておりますので、今回ね、燃油サーチャージが高いですよっていう話をしておりますけども、2ヶ月に1回この更新があった時に、非常に価格が下がればね、燃油サーチャージチャージってかかんないまであるんですよね。まあそれもまあなかなかここ最近ではないので、まあ、なんとも言い難い部分であるんですけども、しばらくねこの燃油サーチャージね高い時期が続いていくのかななんていうふうに思いますので、今までね ANA マイル JAL マイル貯めてたけど、これからユナイテッド航空のマイル貯めようみたいなね、まあそういったのもですね、まあ一つの手ではあるかななんていうふうに思いますので、ぜひね参考にしていただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。